はい、どうもこんにちは、体育の兄さんでございます。ありでございます。本日は ある方がこちらに来るというので、ちょっとね供養塔を見に来たんですけど、ついでに車を止めるところがここしかないので、はい、鹿島香取神社です。ここでございます。はい、はい、どうぞお読みください。一時停止するなり何なりお読みください。はい、再生、はい、再生を入れまして、中はこんな感じでございます。つけとく、ライト、ライトつけたところで何も見えないと思うんですが、H、はい、とりあえずその方がね、防犯カメラなんてあったんだ。その方があのあれですよ、そう、供養塔があるんだけど、ここにその供養塔をね、もう 3,4 年前の情報なんで、本当にあるかどうかがちょっと定かじゃないんで、記憶がね。あー、どうしようかな、こっち目立つな。まあいっか、車で来たルート行くか。ちょっとそれの確認だけ押しにね、なかったらなかったでごめんなさいだからね。3年前はあったんだよな、なんか草むらに紛れて供養塔倒れてたような気がしたんだけど、一瞬さっき見た時倒れてなかったんだよな。倒れてなかったのかな。うわー、すげえ。で、持って、今日はモンパイヤいないんでブレブレでございます。で、この動画はいつ上げるかわからないし、もしかするとうちが先に上げちゃう可能性があるんで、名前はとりあえず伏せときましょう。さすがにネタバレになったらかわいそうなんでね。はい、一応目印はこの2階建ての廃墟って言ったんだけどな。まあ、2階建てっていうか、この下にあるんですよね。だからここが実質2階で、この下に1階があるんですよね。不思議な作りになっております。お店だったのかな、なんか工場かなんか。うん、あそこに鳥小屋あるし、草刈ったからすげえよく見えるね。こういう、こちらのこういう廃墟でございます。じゃあね、そういうのも見に来たわけじゃなくて、これかな、ちゃんと来れたかな。ああ、これだね。これをね、踏んじゃったことあってね。でもちゃんと倒れてなかったね。はい、23夜供養塔でございます。本当の読み方わかんないけど、前ここ草むらだらけで全然わかんなかったんですけど、倒れてなかったですね。うちが倒れてると勘違いしたのはこっちかな、これかな。あ、まあとりあえずよかった、あった、以上です。戻ろう。病院の帰りなんだよ。よいしょ。もう向こう行ったのかな。ついでに廃墟でも取っとく。はい、最近モンパイはこういうとこ突っ込んでちゃうからな。その人ん家の荒らされてんな、食器出されちゃって。
工場っぽいよね。てか前よりもゴミが、まあいいや。とりあえず、鉢合わせしてもいいけど嫌だろうから、まあなアポなしで来てるからね。とりあえずその供養塔だけ確認しに来ただけでございます。あ、そうだ。そういえばここの神社でうち小屋入ったんだよね前ね。定点の補足。5分10分。じゃあ5分10分ちょっとやっておきますか。ちょうど入ったのは参拝しようとした時、まあそこの階段かな。ここら辺かな。ここら辺にちょっと仕掛けときましょう。